トビイロハゴロモマイマファンタやマリチマはカメムシメ、アオバハゴロモ科の昆虫。左右から、扁平な羽の大きい昆虫で、頭と全種の後端が尖り、全体に淡い褐色をしている。真横から体長4から5ミリメートル、羽の端までは5.5から6ミリメートルになる昆虫。羽を広げると、差し渡しは10から12ミリメートルになる。体色は、全体として、黄色から。 淡褐し色をしている。頭部は前方に少し突き出し、両側面がやや暗い色をしているが、はっきりしないことが多い。腹眼は淡褐し色で、単眼は黄色、触角は黄色。腹眼の間の部分は丸く膨らんでおり、光沢があって暗い黄色をしているが、その中央部は色が暗い中に黄色の霜降り模様が出ることが多い。全矯正は短くて、 暗記色で、その中央に2条の暗い縦筋が出ることもある。小立て板もこれとほぼ同様ながら、暗色の縦状は不明確なこともある。腹部背面は高褐色から暗褐色。前肢は幅広く、前の円は前方に丸く盛り上がったような形をとる。これは折りたたまれた状態では下向きになって、腹部側面を覆う部分である。 また、後ろの円は尖り、これは羽を閉じた時には、背面側の端になって、後ろに突き出す部分にあたる。前肢の表面の前面、特に基部と爪上部には、下流状の小突起が多数散在する。また、中央部から、後端の尖った端に向けて、暗色の筋模様が入り、それに、外側の円の後半部分も暗色になる。講子は、乳白色で、半透明。 死脈は炭鉱色になっている。体の仮面及び不足は全体に黄色となっている。幼虫は全身を白い粉に覆われ、尾が長くて得意な形態をしている。本州、四国、九州、屋久島、南西諸島に分布し、国外では台湾からも知られる海岸から平地の稲荷植物の雑草に多く見られる。時に稲荷の作物にも発生する。 同じトガの青葉羽ハゴロモは、本種より多く見られ、全体に青みを帯びた色をしている。属は異なり、形態的特徴としては、本種のように頭部が突き出さない点も挙げられる。本種は普通は、稲荷の雑草につくものであるが、稀に作物でも発生する。稲荷の牧草に発生する例もあり、沖縄では、砂糖キビで多数が発生することがあり、また水田で発生することも、 西日本では稀に知られる。ただし、被害の程度については明らかでないというから、要するに重視はされていない。沖縄での発生時期は四の十一月である。以下、石井放火編、p 三百二十四、梅谷、岡田編、p 五百九十六、梅谷、岡田編、p 五百九十六、伊藤放火編、p 百五十九、梅谷、岡田編、p 五百九十六。 伊藤、他編、P159, 梅谷、岡田編、P596。ありがとうございます。